今日も全然ノープランだけど。まだマスクあれなんだろう。そうですね。もうね、街中でもマスク外してるからね。一応室内だからっていうのが大きい理由だと思いますけど、なかなか。オープニングの発声変えようかなと思ってる。はい、オープニングですか。そのままいくか。そのままがいいと思います。結構もう馴染んでるので。馴染んでるか。はい。馴染みが大切だな。はい、マイク。リッキー、キャンド、レッツ深呼吸。皆様、こんにちばんは。こんにちばんは。はいね、このレッツ深呼吸の放送の間に、日が沈むという感じなので、夏場はねこういうご挨拶になっちゃうんですけど、今日は一日中ね、雨で、一瞬ちょっと曇ってる時間帯があったけど、まあ梅雨らしい天気というかですね、こちらの FM ギノワンのね、スタジオの窓からもずっとね遠くまでどんよりとした感じなんですけど、皆さんのところではいかがでしょうか。まあ県内地の方はねすごくいい天気になりそう、今日明日ねなりそうなんですけど、いやーでもね、なんていうか僕は本当に、天然パーマなので、梅雨時はめちゃくちゃ髪の毛がもうチルチルみちるになっちゃって、あチルチルみるっちゃ古いか、知らない人が多いな。ね、天然パーマなんでね非常に困るんですけど、まあ政府の発表でねマスクの方を外していいっていう、外ではね、あと子供たちの体育の時間とかスポーツ、あとジョギングとかね、そういったところでは外していいっていうことは、もうこれはね絶対去年から必要だと思ってたし、あの運動しててマスクしてると相当きついよね。屋外でやる必要ないですよね。ないよね。だからあれ距離がちゃんと取れてれば、なんかねすごい違和感あったんだよね。ジョギングしてる人がマスクしてるとかさ、まあ法律決まってるわけじゃないので、まあ僕もよく運動するので、何ですか、人が近づいてきたらつけるとか、人と話することがなければ外すとか、結構そういう使い方してましたね。そうよね。だからこれはね、その人個人個人のこのモラルの考え方っていうか、そういうのだと思うんだよね。だからちょっと人と密室になるなと思ったらマスクつけて、そうじゃないところでは外してっていう、その辺の臨機応変さっていうかね、が絶対必要かなって僕以前から思ってて、例えば告別式とかでねみんなマスクしてるけど、このお焼香の時、まあ男性側と女性側とかいるよね、でご挨拶する時に僕はマスクを外すわけ、マスク外してお焼香して終わった時にまたマスクをつけて帰るっていうことをしてるわけよね。まあ他ではあまり見たことないんだけど、まあ僕それは僕個人の気持ちでねそれはやってて、だからまあそれも会話はしてないしね、無言で距離もあるしっていうこともあるんだけど、だからその場その場で状況を判断して、つけ
けたり外したりっていうのは、今後ねやった方がいいかなと思うし、で徐々に、まあ、マスクつけない人とか、うん、まあアンケートをテレビでね撮ってたんだけど、ずっとマスクつけ続けたいっていう人もいるし、はい、あのまあそれは、自分がうつるうつらないっていう感じのもあるけど、それ以外に例えば男性だったら、あの無精ひげでしばらく入れるからとかさ、はい、まあこれはすごい分かるわけよ、はい、僕もあのこのコロナになってマスクするようになって、うん、3日に一遍ひげ剃ったりとかさ、そんな感じだから、まあ言ってることは分かるなと思うんだけど、まあ鼻毛生えてても隠せますからね。いやいや、これ撮った時に怖いでしょ。ビヨーンってビヨーンって出てるって。それある意味あの笑いを取るにはいいかもしれないけどね。まあ思いがある異性の前だったらちょっとびっくりするけどね、はい、女性が鼻毛出てたらびっくりするよな。まあでも、まあ、今の時代しょうがないから。いやそれ以外にね、やっぱりね、あの女性でマスクを外したくないっていうこの、まあ、街頭インタビューの、ね、中でも、うん、このファンデーションとかさ、メイクが半分で済む、今までのこの化粧の時間が短くて済むとか、まあ、要はもう目とかね、眉とかこの辺に集中してメイクすればいいっていう、だから一時期ねマスク美人とかっていう言葉もあったぐらいで、いや本当にさ、はい、マスクしてたら、まあ、女性ってもうノーメイクともうすっぴんとメイクしてる時では別人のように変わるっていうのは目だわけ一番、うん、そのぐらいメイクでもう全然もう違う顔になるからさ、だからこの目へのメイクをバチッと決めてマスクしたら美人に見えると、うん、だから外していかないという人も、まあ、いるわけよ。結構いると思うんだよな、そういう人。あの選択できる自由っていうのが残ればいいと思うんですよ、うん、だから別にあのマスクをしなきゃいけないっていうのはもう終わりだと思うんですよ、うん、もうそろそろ、まあ、沖縄に関してはまだちょっと人数多いので、うん、もうしばらくちょっとそういうのはあるかなと思うんですけど、うん、まあ、正直、まあ、昨日から少し下降気味になってるじゃないですか、人数自体は。あ、多分もう減り始めてるので、これが今日いきなり1900だよまた、はい、あでも先週に比べたら200何人減ってるので、うん、まあ、下降傾向を今グラフ的には多分追ってくるので、うん、これがもうやっぱり100人切るとかってなってくると、うん、まあ、沖縄でももういいんじゃないかって空気になるんじゃないかなとは思いますけどね。そうよね、まあ、まして本当に夏場ね暑くなったらさ、はい、あの逆にマスクしてることによってのこの肌のトラブルとかさ、はい、そういったのもあるし、うん、で僕はまあさっきちょっと話戻るけど、このマスク美人っていうのは結構問題で、うん、あの例えば、まあ、独身でしょ、僕もキャン君も、はい、でね、可愛い彼女を見つけるときに、はい、ちょっと判断材料がもうこの鼻から上しかないわけよ、はい、この妙にこう親密になって、はい、じゃあ、 あの、ね、お茶しようよ、お酒飲もう、まあ、飯食いに来ようよって時に外した時に、うーんみたいな感じになると、リキさん、女性の魅力は顔だけじゃないですよ。いや、もちろんだよ。もちろんそうだけどさ、ね、なんか期待しすぎると良くないですね。いや、極端にさ、はい、もうめちゃくちゃこう歯並びが悪かったりとか歯が抜けてたりとかしてたら、はい、びっくりするじゃん。まあまあ驚きますけど。だから、はい、この辺ね、あのなんていうかな、まあそれこそ今キャン君が言ったあの見えないからこそその人の性格とか、はい、そういったのをこう見ようとするみたいな、うんうんうん、内面がよく見えますよね、うん、逆にもうめちゃくちゃもう顔が整ってて綺麗だからって寄っていったらめちゃくちゃ性格悪かったりとかね、はい、で 逆に隠してるから性格を見よう見ようとするっていうこの視点とか、ある意味ではみんな同じ立ち位置に立てますよね、うん、もう
本当にフラットな状態で、うん、だから結構マスクみんなしてる間のこの恋愛っていうのは意外と結構チャンス多かった人も多いんじゃないかなって思いますけど、うん、で僕はあのクラブハウスやってるじゃん、はい、もう毎朝朝5時からね6時半までクラブハウスで勉強してんだけど、このクラブハウスって音声メディアだから、うん、全く顔が見えないわけよ、はい、まあ、アイコンでちょっと見る程度だけど、アイコンってだって自分が一番綺麗な状態っていうか、うん、いい状態をこうアイコンにパッて残してるから、全然参考にならなくて、でも声ってさとてもなんかその人 の, この性格が出るっていうか、はい、音声メディアって面白くて、うん、あこの人正直に話してないなとかさ、その自分のなんか、自己主義なだなとか、うん、利他の気持ちがないなとかさ、ギバーだなテイカーだなっていうのがだいたい話のあれで見えてくるんだよね。でそういうのって非常に面白いなと思って、だからこの、まあ、マスクもそうだけど、この音声メディアのクラブハウスっていうのはね、本当に人の声を聞いて話し方を聞いて、その人を判断するってなると、さっき、キャン君が言ったように、はい、やっぱり顔じゃないとかね、うん、容姿じゃなくて、その人の性格を見るような、うん、そういう時代にもなったのかなみたいなね、うんうんうん、音声メディアの発達とこのマスクによってね、だからそういう部分では、うん、なんか人間の進化とかそういったのの中の一部だよね、そういう感じだよね。なんか今コロナ のおかげって言ったらあれですけど、うん、声の需要がすごく高まったそうですね。なのでやっぱり音声メディアっていうのが再注目されることによって、うん、今まで、まあ、昔はやっぱラジオとかの力が強かったので、うん、声で仕事する人って結構多かったじゃないですか、うん、そこが一旦テレビの時代になって容姿も伴わないといけないので一回下火になったらしいんですよ、うん、ただ今現在またこう声優とかラジオのパーソナリティとか、うん、そういった限られたまあ、お仕事以外にも自分で発信できるようになったので、うん、それがまた再注目され始めたってことで、うん、意外と声がいいっていうのもスキルの一つって今捉えられてるみたいですね。あ、なるほどね。僕はねあまり声がいいって言われたことないんだけどでもねなんか人それぞれこの好みがあるじゃん。いやでも力さんの声いい声だと思いますけどね。いやだから自分でもそう思わないし、自分なんていうの、自分が喋ってる声と録音して聞く声って、はい、まあそうです、違うさね、はい、だから自分ではうーんと思うんだけど、はい、でもこのライブコマースやってるじゃん、はい、ライブコマースやってたら、まあ、だから好みがあると思うんだけどさ、はい、で僕が配信してたら力さんの配信は癒されるとか、はい、そういう、こう女性のコメントがちらほらあるわけよ。いや、力さんの低音ボイスは落ち着きますよ。そう、はい、ありがとうございます。いや、僕も聞いてて心地いいです。あ、そう、ありがとうございます、はい、なんか持ってたかな、俺今日いや、本当にね、だからライブコマースやってても、もう多分僕の顔も見えるし、声も聞きながらこの人のテンションとかリズムとかは合わないっていう人は多分こう去っていくんだよね、チラ見して、はい、ただ、まあ、心地いいとかいいと思ってる人はそこに留まったりするんだけど、でそれで購入していただいたりするんだけどさ、だからこれ千差万別っていうか人の好みがあるからさ、うん、だからそれはもう全然僕も、万人に受けようとも思ってないし、めちゃくちゃ人気ライバーがもう本当にはしゃぎ回って歌いまくって踊りまくってるわけよ。フォロワーもめっちゃ多いわけ。でもああいう風に真似ようとは思わないわけ。っていうのはもうああいうところがうるさくてもうやかましいから僕のところ来てる人がいるわけよ。だからその辺はね別に真似なくていいかなっていう感じで、
いつも思ってて、だからそのスタンスでいいかなっていうふうに。なんか自分が答えきれる、あの需要に応えるっていうのがこれからの時代必要かなと。うん、なんか無理しなくていいじゃないですか。そうやね、無理しないでその素のままの自分を受け入れてくれる人たちが意外と多いっていうのを気づかされる時代なんですよ、うん、そうなんだよね。だからそれでいいと思うんだよね、はい、変に合わそうと思ったら、なんていうかな、自分らしさを失うっていうかさ、はい、そういうことにもつながるので、うん、僕はこのスタイルでいきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。FM ギノワンレッツ深呼吸。この放送は阿蘇山の天然水を贅沢にサーバーで飲めるプレミアムウォーター、陸上の小さな海サンゴ畑の提供でお送りいたします。なんだこれ、初めて聞いた。初めてですか。ザ・グラマラスライフらしいです。シーラ。ああ、これか。はいはいはい。なるほどなるほど。こんな出だしだったんだね。結構シックですね。うん、トップより。はい、ではお写真失礼します。はい、チーズ。ありがとうございます。こんな感じで今のうちにグリーンバック用意しておきましょう。ああ、家にこもってるタイプじゃないもんな。いやもう動かないと気がするもんないですね。最近の趣味はだからエクストリーム自撮りです。ああ、ちょっとフェイスブックに載せてみたんですけど、勝手に名前つけて、うん、TikTok とかはやってないか。そうですね、正直 SNS 苦手で、みんなにインスタやった方がいいよとか言われたりするんですけど、そうそう、もう絶対インスタは必須って言われてるから、一生懸命写真趣味とか動画編集とかもやろうとしてんだけど、難しくてさ、なかなか時間がかかるんだよね。そうですね、だから時間かかるのがやっぱネックなんですよね、動画って慣れてきたら、すぐじゃあだってできるらしいんだけど、そこまで行ってないんだよな。早速メールも来てるので、シーマー系読みますね。画像送ろうかな、キャン君。じゃあちょっと
いや、出せたらでいいから別に。ちょっと一回じゃあ戻しますね。OK です。じゃあ準備できたんで CM に移りますね。はい、どうも、列深呼吸をお届けしてます。今 CM 聞いてた方は、サンゴ畑の CM ね、聞かれてたと思うんですけど、実はこのサンゴ畑の、経営者であります、金城浩二さんがですね、今ちょっと体調不良で、営業してる時も時間が短かったりとか、営業を今ストップしてたりとかっていう感じなので、今の CM 聞かれて、もしね、行かれたいと思ってる方いましたら、っていうのはこの時期はちょうどサンゴの産卵の時期でして、いろんなところでね、あちこちで、この種類がサンゴの種類が、違うので、いつ産卵するかっていうのは、まちまちなんですけど、
時期的には、産卵時期になってまして、そのサンゴの産卵をね、見たいとか、サンゴにね、産卵の、ニュースとか、話題とか、上がってると思うんですけど、それで興味示してサンゴ畑行ってみようって思ってらっしゃる方もいると思うんですけど、もし行かれる方は必ず電話でですね、確認して、営業はだいたい最近はもう午後からの営業になってますので、午後2時3時とかですね、電話連絡してみてから行かれるようにしてください。結構営業してない日が最近多くなってると思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、先日この琉球ゴールデンキングスがね、はい、勝ちましたね、西地区優勝でね、すごいことですね。あれすごい試合だったね、はい、僕はリアルで見てないけどスポーツニュースで見たらブザービート、はい、ビーねえ、これ空中でビーってなってるあれでしょ、すごいね。僕も人生で1回だけやったことあります。やったことあるの、はい、大学のバスケの授業の時に、うん、スリーポイントで逆転しました。おお、素晴らしい。めちゃくちゃ気持ちいいですよあれ。だろうね。みんなやめろって言ってたんですけど、うん、もう時間ないんで僕が打ったんですけど、スッて入って、ね、もう世界のこのブザービートのこの映像とか見たらもう相手コートからもうブワーってすごいロングシュート入れたりとかね、はい、いろんな感動のシーンとかあるけど、いやー、琉球ゴールデンキングスがね、ああいう形で強豪の島根に対してああいう勝ち方するっていうのはもう、あれはもう沖縄アリーナにいたね、ブースターの人たちはもう感動してしょんべんちびったんじゃないかなと思うぐらい、もうぜひ日本一まで上り詰めてほしいですね。うん、明日かな、試合は明日ですかね。今日、明日だったと思うんだよね、うん、東京体育館でね、これ2戦連勝してぜひね、総合優勝をね勝ち取ってほしいなと思いますね、はい、いやー、あ、メール来てますか。メール来ております、はい、では読ませていただきますね、はい、いつもメールありがとうございます。バウハウスさんからです。ありがとうございます。お疲れ様です。早めにメールいたします。またまた YouTube からの情報、信頼性は不透明、うん、1、沖縄の長、密かに、2019年にインターネットであの国が世界へ展開している一帯一路をぜひ沖縄を東洋の入り口にしてほしいと言っていた、うん、いや、国産 EV バスは7000万円台で、自治体導入困難で、あえて丸々製の、電気バスをすでに2000万円で購入し走行している、聞くところによると、どこを走っているかなど、個人情報保護の観点から必要かなどの、後々監視に利用される、またよくワイドショーにコメンテーターとして元知事の、これ元丸が多すぎてちょっとわからないですけどが、隣の大国の、電力会社のメガソーラーの入札工事を密かに進めていた、この問題は安全保障上どうなのかなと。そうなんですよね、はい、大変危険らしい、うん、今、ネットではある憲法条項に、違反の可能性も、別の経済学者はあと7年で、これはなんとか賞、ああ、はいはい、なんとか賞になる日本側ですね、うん、と本当、平穏無事に暮らしていたのにデマであってほしい。リクエスト、マーヴィン・ゲイのホワットゴーインオン、ということで、メール来ておりました。なるほど、バーハウスさんありがとうございます。いや、確かにですね、もう現在すでに日本でもこの監視カメラっていうのが、かなり普及してきたじゃないですか、はい、一般家庭とかでも街中でも、でそれの、主なメーカーがね、中国製らしいんだよ。中国製 の監視カメラが、相当、まあ、取り扱ってる業者、有名な、ね、業者さんにこれどこ製なのって聞いたら、はい、全部中国製ってことを言ってたので、うんうん、えっと思ったわけ。
それっていうのは、まあ、スマホにもあの通信で飛ぶようになってるわけさ、はい、すぐあの不審者